山梨県八ヶ岳。毎年8月、ここに将来の音楽家を目指す若者たちが集います。1985年から続くバイオリンの短期集中講習会、八ヶ岳サマーコース。主催はこの方、長年にわたり国内外で活躍を続けるバイオリニスト、和波隆義さん。ピアノ伴奏は和波さんの奥様、ピアニストの土屋美音子さんです。ブラインドサイドドキュメンタリーズ第1回は、バイオリニスト和波隆義さんに迫ります。そんなに急がなくてもいいんじゃないですか。失恋した昔の恋人を思うってで、なんかこっち行きたい気がする、はいはい、で、また、ね、サマーコースはマンツーマンではなく、他の参加者が周りでレッスンを見学します。一対一のレッスンではない良さもあるんですよね。やっぱりみんなその他の人が弾くのも聞いてますから、自分が言われた時に、ああ、あの人が言われてたあれだなっていうようなこう理解の仕方もできるわけですよね、うん、だからちょっとそういう意味では早くなるっていうかね、家で一対一でやってるのよりは早くなる場合があったり。ダブルに来た時、例えば、やっぱりこうちょっと響きを止めちゃったような強い音になると、やっぱりそれはちょっと限界かな、そこまでやる必要ないのかな。生徒の演奏を注意深く聞き、一人一人にアドバイスを与えていきます。そのフラジオっていうのは、楽譜？いや、先生が編集しちゃったので、僕言ったんだっけ？よくあることあんまり聞こえないんだよね、そのフラジオにしちゃうとね、最年少の参加者はなんと北京から。お母さんと二人で参加しています。どこまで行ったらいいかとかね、それは全部人によってさまざままちまちですから難しいですよね。で、僕の場合は相手の顔が見えないから、顔見てもう集中力落ちてるなとか、そういうの分かんないから、まあ音を聞きながらなるべく喋ってもらって、その声の表情から何かを聞き取ろうとするとかね、そういったような手は使うことになりますね。ここ綺麗な返しができてないね、割と力入っちゃってるね。ゆっくりの弓で、で、後で弓のスピードを上げて軽くしちゃうと左手も動きやすくなるので、わかる？
とっていや、イメージしてみて。厳しい表情でレッスンを見守るこの男性、アシスタントのバイオリニスト田島貴博さんです。笑うところがいい。僕が思ってるようにならないんだけど、ですごいなんか頑固な人だなってなっちゃうんだけど、あなたがもうテンポ通りで弾けるっていうのはもうこの部屋の人全員分かってる。次はそれをいかにこう面白く弾くかっていうところで、今一つの提案としてダダダダダダダやーらっていう話が聞けるわけ、したらそれをやろう。でアドリブだ、本当に好きだったらいいんだよ。現在札幌交響楽団のコンサートマスターを務める田島さんも、かつては和波さんの生徒の一人でした。まあ彼の場合は本当にだから僕が成し遂げた奇跡の一つだと思うんだけどね。かなりひどかったから、東邦学園の夏期講習で、まあ最初怖い先生でしたよ。本当にひたすら怖い先生です。まあさっきねちょっと一瞬厳しいシーンがあったけれども、あれもまだ全然優しい方です。もう怖くて怖くて、1音1音1音でもかすれた音出せば怒られるし、1音でも音程外したら怒られるし、その時先生ロンドンにも行ってらして、今よりもっともっとご多忙な方だったので、とにかく冬以降に電話してきて見てっていうふうに言われて、でお電話したんですね。受験もし希望するんだったら、また教えてあげるから電話してっていうようなことは、まあ誰にでも一応言うんだけどね。そしたら本当に電話かかってきたけど、僕もう憂鬱でしたもんね。本当にあいつ教えんのって言った。当時和波さんから学んだことは、プロの演奏家になった今でも田島さんの心に刻まれていました。やっぱりすごい綺麗な音で弾かなきゃいけないっていうことは一番やっぱり残ってますね。そこは常に根底にあるっていうか、やっぱり、綺麗な音、少しでもかすれた音とか汚い音程で弾くとやっぱり綺麗な音にならないんですけれども、そこのところはやっぱり未だに自分の根底にやっぱり残ってますね。あんまり弓付き合いすぎないで、弾をちょっと小さくして、でもしできたらもう一回なんとなく先からアップできるようにみたいな話も今しましたけど、まあちょっと後でできるかは分かんないですけど、でもその先はよく譜面を読めてるみたいなので、はい、だからそんなに引っかかんないと思います。ありがとう。一週間にわたるサマーコースの4日目、レッスン会場からほど近い清里高原ホテルで恒例のミニコンサートが開かれます。プログラム最初の弦楽四重奏には田島さんに加え、チェリストの林志乃さんが参加。参加者たちにとってはプロの演奏家と同じ舞台に立つ貴重な機会です。はい、よろしくお願いします。午後8時本番が始まります。客席の端に和波さんの姿がありました。それぞれの演奏に耳を傾けます。教えるイコール音楽をたくさん聴かされるわけだから、しかもあんまり上手じゃないやつもね、それにも苦にならないっていうぐらい音楽が好きじゃなかったらあんまり教えない方がいいです。だから僕は1日8時間やっても大丈夫なのは音楽好きだからですよね。8時間音聴いてても大丈夫なんです。あんまり好きじゃなかったら参っちゃいますよ。それプログラムのラストは和波さんの演奏です。客席の端で準備を進めていきます。
参加者たちも客席で待ち構えます。演奏が終わるとすぐに参加者たちが和波さんのもとに集まってきます。あれはやっぱり完璧に決めないとリハの時より当たりよくなっちゃう。この時より随分いい音楽のどういうところが大切なのかっていうことを、まあ、僕の考えを述べて、でそれを、まあ、みんなの肥やしにしてもらうっていうか、そういうつもりでやってるので、ここで何かの結論が出るっていうよりも、ここでやってることがその先につながっていくような何かを得てもらいたいっていう。空気と水と同じようなものだって僕は言いたいんですけどね、少なくとも僕にとってはそうですね。やっぱりないと困るもので、例えばバッハとかモーツァルトとかベートーヴェンとか、そういういわゆるクラシック音楽の系譜というのか、そういうものが生み出されてきたっていうことはね、もう人類のすごい宝だと思ってるんですよ。あちこちの国でね、それこそエジプトだとか僕行きました、ね、そういうところでもクラシック音楽って愛好されてるんですよね。だから、戦争とかして争うのではなくて、みんなで同じものを大切にしてやっていけたらいいし、そういうその宝物みたいな音楽に自分が携わって少しでもそれを良くしていこうという仲間を増やす、後輩を増やす、そういうことがね、やっぱり生きがいなんですよ。